皆さんは空き巣にあった経験はあるだろうか。もちろんないに越したことはないが、運悪くという人も中にはいるだろう。盗む側も様々な理由や作戦があるわけだが、今回はとんでもない場所で盗みを働いた人の話をご覧いただこう。ボーマル団組長宅からロレックス盗んだ窃盗団を逮捕、まともに稼いだ金じゃないから泥棒に入ってもいいと思った。近畿や東海の6府県でマルトウを繰り返したとして、兵庫県警捜査3課などがマルトウなどの疑いで、住所不定の無職の男55歳ら3人を逮捕、送検していたことが19日、捜査関係者などへの取材で分かった。2023年の年末間近、6府県で盗みを働いていた犯罪グループが逮捕された。それだけの広範囲で盗みを働いているとなると、常習犯だということがよくわかる。常日頃から車上狙いや空き巣を繰り返していた上に、あろうことかボーマル団組長宅からロレックスの腕時計まで盗んだこともあるという。犯人はまともに仕事して稼いだ金ではないのだから、泥棒に入ってもいいと思った、と供述しているとのこと。思わず、いやそれにしても、と言いたくなるが、スレミンたちはこの事態をどう思ったのだろうか。後が怖いですね。牛島くんの世界。すごい、根性あるね。勇気あるな。令和のネズミ小僧。その金を立て直して寄付するくらいしないと、自分のものにするなら義賊ではない。ネズミ小僧って別に義賊じゃない。盗んだ金は全て自分のために使った、武家屋敷という大それた場所から盗むという点でこの言い分が正しい。無所でボコられるの確定したな。今時の暴力団にそんな連帯感ないよ。報復は何系だろうな。手足の指すべて切断、鼻や耳切断、893は小さな部位が好きってよく聞く。そんなことしたら組は終わる。はい、暴対法で逮捕。正論、893は通報しない。違法中国マッサージ店も通報しないから50が入りやすいって聞いたな。でも後が怖いやん。これについては同意。見バレしたら報復されるんじゃ。組長の家ってダサい抜かってるイメージだけど忍び込んでも大丈夫だったのか。知ってるところは、ドーベルマンが3頭いたな。令和のネズミ小僧。元893でしょうな。組長の自宅と知っていくのは。裏金とかいいんじゃないかな。被害届け出せなさそうだし。マジでこれ。犯人の供述を聞く限り、組長宅だと知っていて侵入している。普段はなかなか接点がない限り、組長宅だと気づかない場合も少なくないだろう。スレミンたちは元関係者が正体だと推測しているようだ。それを売っ払った金の半分でも恵まれない子供たちのために使えばかっけえのに、3分の1でもいいや。貴族やん。そう思っても893の組長宅に侵入する泥棒って少なそう。何より組長の家のセキュリティダメすぎないか。鉄砲玉に簡単に丸されちゃうじゃん。身内の身の安全が心配だな。猛烈な丸もんのまっ丸されるタイプだな。令和の五右衛門。まともに仕事をして稼いだ金でないなら、泥棒に入ってもいいと思った。無罪。許す。まともじゃないとこばかり狙うなら気骨ある泥棒なんだろうけど、たまたまなんだろ。一度は見たことがある。盗むなら893の事務所にしろよってやつか。その金を庶民にばらまいてたら擁護した。無駄に度胸あってわろた。ヤーさんの家って監視カメラでガチガチに固めてる印象。しかもマルトウ団が日本中そこいらにいる感じになってきてんな。マルトウ、ゴーマル自体はピークから大きく減ってる。昔の方がはるかに多かった。これは無罪でいいよ、って、留置所から出して、組員に引き渡してあげましょう。ネットに無罪って書いてあったので、893事務所に入ってみた。組長、無罪でいいよ、釜茹での刑にすっか。勇気あるな、それとも暴対法効果でここまでバマルにされてきてるのか。暴対法とはボーマル団対策法のことで、ボーマル団による被害や対立抗争による市民への危害を防ぐために作られた法律である。この法律はボーマル団を厳しく取り締まれるようになっているが、関係を築いた一般市民においても厳しい罰則が課せられる。ロレックスってシリアル入ってるから売れないんじゃなかったっけ。箱の裏にシリアルを記したカード入ってるから箱セットなら真っ当な価格で売れるで。デートナからディーブルーまでスポーツモデルは大体定価より高く売れるで。まともに稼いだ金でないなら、泥棒に入ってもいい。僕もそう思います。ヒント、犯罪者の人権。すげえ理論だな。顧客に入る度胸は買うがばまるだろ。この理屈自体は正しいけどどうせ一般人からも盗んでるんやろ。割と正論ではある。兵庫の893事務所とか、丸んでも行きたくないわ。命いらないのか。刑務所入っても追われるな。今の893なんて弱々だからな。暴対法にとらわれない犯罪グループがやりたい放題だよ。特に外国人税、反社なんかよりも結束力や草の根ネットワークが強いからな。日本治安悪すぎだろ。そこら中にマルトウ団いるじゃねえか。言い訳が正論すぎて納得しちゃったじゃないか。後が怖いんだよな。入った方も仇じゃねえだろ。
闇バイト50のターゲットもかなりの確率で特殊詐欺の元締めとかだったりするので、被害届が出てない闇バイト50事件は実際にはもっと多いはずと言われてるね。893も薬やら詐欺やら恐喝で手に入れたロレックスだからな。魔女を倒すための武器を手に入れるために893の国事務所に侵入した、クレイジーサイコマルズの某魔法少女並みに大胆だな。時間止められるし、しまいには米軍基地から整形策略盗み出すし。本当に893と分かってて入ったのかね。まあ泥棒もまともな仕事じゃないし、盗品を金に変えて自分で使ってんだろ。貴族でも英雄でもないわな。最近の若いやつはようやるなぁと思ったら55歳でくさ。部屋住みの組員いなかったのかな。じゃあまともに手に入れた品物じゃないので質に入れて全額募金してください。法律の教育が必要。そりゃ捕まるわ。ネズミ小僧か。貴族じゃん。2週間拷問されて山に埋められそう。後でさらわれてカンナで削られたなんて未来はないだろうな。中でカチコチ鳴ってるプレゼントが届くんじゃないか。組織の裏金奪うのはプロの常套手段。罪悪感ゼロ。破門された元893とかやろな。この度胸を他の何かに活かせなかったものか。ルパンのアニメ見すぎじゃないのか。犯罪を犯しておいていい話に誘導するなよ。確かに貴族なら許した。出てきたら沈められちゃうの。すげえな。ロレックス取られたことより家に侵入されたことの方が腹立ってると思う。クマル同士がやり合うのは構わん。金を貧しい人に配れば完璧だな。893も警察呼ぶの。組長どんな顔して警察呼ぶの。犯罪者同士のトラブルは他に飛び火しない限り警察は無視しろよ。反射でもちゃんと捜査する警察は優秀。でもこれは法制化してもいいかも。逮捕したことで警察は893に利益供与しているわけだからな。コントみたいに続発するのがおもろそうで期待できるな。泥棒に入られて警察に通報する893ってママルケやな。むしろ逮捕されて感謝すべき。何も認められてない893から盗んでも罪になるのかどうか気になるね。警察はロレックスの原資の行方を吐かせろよ。見つかった時の報復もまともじゃないよ。無所から出てきたらボコボコにされるだろうな。犯罪意識の薄い Z 世代は本当にすごいな。55歳だからバブル世代だぞ。貴族、でもないか。こういうの流行ったらいいのにね。でも換金した金はポッケないないするんだろ。若い衆は寝てたのかな。しかし猛獣の檻みたいなところによく行くわ。めちゃくちゃ度胸ある。捕まったルフィグループももともとは反社相手に叩きをやってたとか言ってたな。 100% 内輪の人間が共犯だろうし、組長宅だから怖いも何もねえだろ。ただの共食いだよ。よくまあ893から盗もうと思ったな。嫌いじゃないぜ。でも悪いことはダメよ。今時のしのぎは合法だろ。お前がまともに働けよ。まさにその通りである。組長が所持しているロレックスもおそらくはまともに稼いだ金で買っていないだろうが、それを盗んで換金や転売しても結局同様にまともに稼いだ金ではない。同じ穴の無地なとはまさにこのことなのだろう。さて次は、ボーマルダン組長を殴った組員が逮捕されたという信じがたい話題をご覧いただこう。ボーマルダンの組長を殴ったとして組員を逮捕。子分が親分を殴るなんて、組長への暴行容疑、配下の組幹部を逮捕。自身が所属するボーマル団の組長を殴ったなどとして、愛知県警は23日、指定ボーマル団山口組広道会系組幹部の男53歳を暴行の疑いで逮捕し、発表した、黙秘しているという。思わず耳を疑ってしまう話だが、ことが起こったのは2023年7月のこと。愛知県常滑市の常滑駅ロータリーで、指定ボーマル団の幹部が組長の頭を、平手で殴ったり足を蹴ったりしていたのだという。その幹部は暴行だけでなく、バマルやろう、お前また下手打ちしやがって、と怒鳴っていたという。上下関係の厳しいボーマル団の下克上に近いやり取りに、警察の捜査幹部もさすがに驚きを隠せなかったようだ。なんだと。お前は上層部殴りすぎやねん。どういうことだ。ワイも上司殴っていいか。組長、警察呼んでー。なんで警察が出てくるんや。うるせえ。キリュウちゃんやん。ごめんで済んだらうんたら。県警によると、男は殴る際にバマルやろう、お前また下手打ちしやがって、などと怒鳴っていたという。草。え？普通組長サイドのセリフやん、こんなん。ダメ親分の元で働くの辛いよね。上下関係どうなってるんだよ。893の世界もアップデートされてるのか。人気切り人情崩壊の日本。立場逆転ゲーム。おじいさんかわいそう。鉄砲玉をかわすために名前だけの組長を据えることは昔からよくある。これは堂島の言う。組長、暴力だ。もしもし警察ですか。構成員に殴られました。暴対法で子分の罪は組長の罪だから、組長も暴行で逮捕しろよ。お前親に半目向いてただで済むと思っとるんかオラー。110番に通報じゃ。吉本新喜劇にありそう。組長は使用者責任問われるんか。暴力は良くないからね。そらお上に頼る組長とか殴られてもしゃあないやろ。
情けなすぎて草。通報は目撃者やって書いてるやん。まあそれでもどうなのって思うけど。しのぎかっこどんぐりの横流し。しのぎとは某丸団関係者が収入を得るための経済活動のことだ。詐欺、闇金融、丸爆などはもちろん、合法的なものでも某丸団が行うものはしのぎである。被害届出したんかな。使用者責任とはないと。出所後は度胸を買われて昇進ある。大門の重さ、きっちり体で教えてやるぜ。アウトソーシング組長。こんな情けないことを世間にさらされて組長やっていけんのかね。言葉はいらねえ、893の遊戯、拳で叩き込んでやるぜ。まあ錦山も組長なったばかりの頃は部下に舐められまくってたしな。反抗期か。某丸団組長の男性73歳の頭を平手で殴ったり、足を蹴ったりした疑いがある。老人丸隊やめろや。外で幹部に下手打ちやがって、とか言われながら殴られ通行人に通報されて事件化する73歳組長とか一生ば丸にされるやろ。若いのかと思ったら殴った方も50代のジジイとかもう終わりだよこの国。何があったんや。組長完全に舐められててくさ。こんなんでも893の組長になれるんやな。組長もボケてきたんやろな。周囲の人に通報されるほど、大っぴらな場所で組の恥を晒すものなのだろうか。だが過去にはこの類の人たちを実際に取材しに行った際、あえて怒鳴っているところを取ってくれと頼まれた事例もあったようだ。それも考えると、これはわざとなのだろうか。街を守ることできなかったのかな。ビッグモーターの副社長になれる逸材。さすがに893といえど70オーバーはただのおじいちゃんやしな。山口組の分裂騒ぎ、80のおじいちゃん出所してから一方的やで。誓って暴力はやっていません。古文にやられる組長とかこの先もう無理やろ、引退や。893はルール無用だろ。使用者責任で組長も逮捕で。何時組長かな。893も今時やな。893も年功序列じゃないんやな。これが本当に暴力沙汰に該当するものなのか、それとも組の怖さを知らしめるための演技なのかは定かではないが、世の中不思議なこともあるものだ。さて次は、某丸団の葬儀事情について見ていこう。世間から様々な制限を受けている彼らは、葬儀を一体どうやって行っているのだろうか。某丸団の葬儀事情、業者に断られ直葬、火葬場混雑で貸し会議室に遺体保管するケースも。9月14日の午前中、新宿区にある高田馬場駅周辺が騒然となったと報じられた。理由は高田馬場駅近くの寺院で、住吉会傘下の公平一家理事長で2代目大正会の藤本正弘会長の葬儀が取り行われたから、早稲田通りには某丸団関係者の黒塗りの車がずらりと並んだらしい。この葬儀には、全国各地から30を超える団体が参加していた。某丸団の葬儀は普段から大々的に行われていると思われがちだが、関係者の証言によるとそれは過去の話で、今は葬儀ができないという。その理由として、某丸団を制限する法律が多くなってきている上に、葬儀屋が受け付けなくなったことも挙げている。だからこそ、こうした大々的な葬儀が取り行われたことが話題となったのだろう。でもほとんど東京湾なんでしょ。警察署の前に放置でいいだろ。これ半分丸帯域だろ。混んでるとこを優先させろって。反射やめればいいじゃん。そのためにいろいろできなくしてるんだし。そういう道を自分で選んだんだからしょうがないだろ。某丸団流の丸帯処理技術あるんだし、薬でドロドロに溶かすとかの処理したらいいのでは。以上、犯罪組織が人間らしい扱いを受けたいと涙ながらに語るお笑いでした。警察が葬儀屋に情報を流すんだろうけど。マグロ解体機の出番だな。お得意の海に沈める税関のか。葬儀屋は受け付けてくれなくても火葬場は受け付けてくれるらしい。だが近年火葬場が混み合っており、1週間程度待たされることもある。そんな時に某丸団がどうするかというと、遺体を関係者が経営する貸し会議室や多目的ホールに安置するのだという。会議室に反射の屍なんか放置しないでくれませんか。どこの会議室ですか。無縁でよかろう。人の生き血をすすってきたんだから、半グレだのなんだのも一緒、まともに丸寝ると思ってるのが甘い。最後まで罰ゲーム人生だな。自分たちで火葬場を運営してはどうか。葬儀屋はマフィアの鉄板ビジネスだしな。真空パックにして冷凍庫に入れたら腐らないけど。反射が自分の不幸を語って同情されるわけねえだろ。山に持って行って町村にでもしろ。焼き芋屋台あるだろ。有効活用しろよ。今なら会議室で済むかもな。そのうち外に置かれそう。半グレにも厳しく行けよ。漫画の893は丸帯処理得意みたいなんだけどな。酸で溶かすとか定番だよね。あまり具体的な薬品名を出されると、YouTube に怒られるのでほどほどにしていただきたい。ミンチにして海に捨てるとファブルで見た。埼玉に住吉会が運営してる斎場あるけど葬式やってたら893大集合ですごいぞ。893が経営している冠婚葬祭企業ってあるやろ。反社を断りシール貼ってる会社や飲食店こそ疑うけど。
火葬場混雑は6両で日取り選んでるからってどっかで見たぞ。友引とかに焼いてもらえば、火葬場自体がやってないんだろうか。友引は休みだね。待ち日数が伸びて、すでにだか、これからだか、友引でも稼働している、するらしいよ。敵や、花輪や、工業主があるんだから、フロント企業に葬儀屋もあるんじゃないの？しのぎで八九三千門の葬儀屋やれや。住吉会は埼玉県日高市に自前の火葬場持ってるんだよね。今はそんなに火葬場混んでいるんだ。村八部でも葬儀とか自称家だけは協力するのに、そやぼうまる団がかわいそう、まるんだら仏さんやろ。今時は一般人でもやらかした人間は永久に人権無視で構わないって風潮だからな。ぼうまる団の時点で丸の前から人生終了。なお、丸して屍拾うものなし。それが嫌なら足洗って仇になることだ。もう手遅れかもしれんけど。綺麗に丸めると思っててわろた。防体法関係なく火葬場が満杯問題、やばくない。室温で一週間待ちは勘弁してくれ。ドライブスルー洗車場みたいに骨残らないかもしれないけど火力調整なし、という付帯条件付きならあまり待たないというオプションも早く作るべき。骨残らないくらい強火で焼いてほしい。丸んでから焼いて骨の処分とかいくらかかるん。直送いいよね。光電返しとか面倒だし。あらゆる分野で社会から追放されている某丸団にとって、人として受けられることが受けられないのは最大のデメリットと言っても過言ではない。そう思うと、どんな人間でも平等な火葬場は、彼らにとってもありがたい場所なのではないだろうか。さて次は、とある大手の会社が急遽テレビ会議を行った理由に、社員たちが驚愕した話題をご覧いただこう。仕事頑張るで、社長、某丸団と飯食ったんお父さんや。は？新しいとこ探すで。社長が某丸団関係者との食事に参加していたと、警察から問題視されている。4月、地場大手の設備工事会社が福岡市などの支店を盗んで急遽開いたテレビ会議。社員男性は会社側の説明に耳を疑った。福岡県警から指摘されたのは、同社をはじめとする8社が、指定某丸団とつながりがあったという事実。公表された会社側は某丸団だとは知らなかったとしながらも、会社が倒産する旨を社員たちに告げたという。そして長年勤めていたとある社員は退職し再就職するべく面接に行くと、反社会だと決めつけられ拒否されたという、あまりに理不尽な物言いだったため元社員は声を荒げてしまったようだが、それが余計に反社会だと勘違いされる要因の一つになってしまったのかもしれない。声を荒げちゃいかんでしょ。くさ。かわいそうやけど声荒げたのが原因やろ面接は。地場大手の建設業ならまあそういうつながりもあるやろな。ボーマル団と付き合ってなかったらもっと早く潰れてたとかもあるんじゃないの。ちな先週結婚したばかりの新婚ホヤホヤ。もっと早く潰した方が再就職できたやん。社長の人間性を見抜けなかった社員さん側にも責任はあるやろ。その辺のリスクヘッドは普通にするやろ。リスクヘッドってなんや、ハゲのこと。あ、返しますよ、って言われたらどないすんねん。地元密着の土建屋や不動産屋は反社と関わってるの結構多いんちゃうか。不快なこと言われたら声を荒げる。相手にはどうしようもないことで攻め立てる。反社に近づいても撃てるやん。パンピーは絶対それらのことをしないんか。一般人で自分のこれからが決まる面接でするか。〇〇組、これやめえや。人一人の人生狂わせてもすみませんで済んでまうんやな。心まで反射になるな。怒りが収まらなかったんか、何したんやろな。ヤフーニュースの記事を見る限り、元社員が手出ししたといったものは記載されていない。おそらく面接する会社の態度も、どこか軽蔑したような言動をしたのも原因ではないだろうか。中学の同級生の兄貴が会社やってるけど昔からバリバリの決まる街で、30手前になっても街で喧嘩してるのよく見るわ。余裕で893ともつるんでるけど大丈夫なんかな。なぜ声を荒げたのか。パソコン操作するところわざとらしいな。オタクの会社、反社じゃないですよね。何がいいで、バサ。Y の地元も893とズブズブのハウスメーカーがでかい顔してるわ。お前反社やろって突っ込まれるのは想定内やろ。事前にその受け答え用意しとけよ。実際社長が反社と付き合いあるって分かったらさっさと辞めた方がええんか。オタクの会社、反社かっこ反社会的勢力じゃないですか。あなたは893じゃないですよね。つながりないわ、マルホ、マルケ。はい、不採用。約3か。違います。やっぱり反社なんですね。県警によると、同社など8社の代表者らは、指定某丸団幹部を交えて月1回の食事会を開き、幹部が実質経営する飲食店を訪れることもあったという、県警の捜査幹部は排除通報にあたっては、刑事事件と同じくらい捜査を尽くしている、とする？思ったより頻繁でくさ。がっつりじゃねえか。この煽りスキル高い人事なんジェイミンやろ。人事、お前も893やろ。記事の人、は、じゃんわまるけ、人事、聞いてる聞いてる。やっぱなんジェイよ。なお社長が893の上場企業が許されてる事実、
893から仕事もらってたんだろ。自覚あろうがなかろうが893じゃ。これもう半分特産だろ。まあ福岡やし。でも893が身分隠して近寄ってきたら避ける術ないよな。オタクも893じゃないよね。誓ってマルシはしていません。社員までとバッチリ食らうの。打ち勝て社長が誰と飯食ってるかなんて知らねえよ。どの会社でも社長の動向を全て知る人は皆無だろう。だからこそ他人事のように思いがちだが、実は誰しも該当するものなのかもしれない。893じゃない証明とかできへんの。何があったんだよ。地方の社長は反社付き合い多そうよね。就職先一個だけあるやん。そんな時僕に手を差し伸べてくれたのが893でしたってオチやろ。その後元社員は十数社に履歴書を送るものの、全て不採用になっているようだ。当時の社長に連絡を取っても、泣きながら謝罪されるだけらしい。何の罪もない社員にとっては、まさに生き地獄となってしまったのは否めない。今後元社員たちの生活はどうなってしまうのだろうか。さて次は某丸団に対し、みかじめ料の支払いをやめた都内の飲食店が、20店舗を超えたという話題をご覧いただこう。飲食店、みかじめ料もうやめる。コロナの影響、都内20町の飲食店、新型コロナウイルス感染拡大の影響による売上減少を理由に、某丸団が要求するみかじめ料の支払いをやめた飲食店などが、東京都内で少なくとも20店舗確認されたことが8日、県市長への取材で分かった。感染拡大が思わぬ形で某丸団の資金源に打撃を与えている現状が浮き彫りになった。これは2021年に建てられたスレである。みかじめ料とは、某丸団の縄張り内で経営する店舗に、対価として支払わせる金品を指す。そもそもみかじめ料やめます、なんてことが普通に通用するのだろうか？一般人には非常に謎が多いシステムである。その程度で払わずに済むなら最初から払わなければいいのに。みかじめ料を払うこと自体不法行為じゃん。歌舞伎町や池袋だと、みかじめ払うと中国系の半グレが来なくなるという利点もある。だから払っちゃう店は多い。今まで支払ってたんかい？おしぼりや花やボンクレの贈答品関係だろうな。現金で直接はないと思う。半グレみたいな経営者の場合はまた話は別。フロント企業？払わないとめっちゃ嫌がらせされるんだぞ。嫌がらせされたらネットに公開してやればいい。それだと何の解決策にもなっていない。そう思っていたらいきなり丸された事件が九州にあってな。警察が夜回りすればよいんだよ。安全協会がおしぼりとか観葉植物やればいいんじゃね。警視庁がみかじめ料取って見回ればよいだけ。似たようなことはしてる。ある意味税金はみかじめ料みたいなものだろ。税金を払っても警察は見回りに来ないじゃん。まさに税金泥棒。女を使って酔っ払いをカモにする店でトラブルが起きないはずはないからな。みかじめ料払ったら太い客を連れてくるとか893も商売を考えなきゃね。そんな自在に太客操れるなら真面目に商売した方が儲かるわい。日本に来た FBI の捜査官が驚くらしいね。組事務所が堂々と街中にあることに。お前らが戦後牙全部抜いたからこうなっとるやろが、FBI 丸ほかよ。戦前戦中から組事務所はあっただろ。江戸時代は893が岡っ引きをやってたんだぞ。常識的に考えて、警官が飲食店1店舗あたりに2人組で3交代制で、24時間常駐警護するのは不可能でしょ。某丸団自体を解体しない限りは、今後もみかじめ料の問題は解決しないだろうな。ただ、法律を作っている政治家が某丸団と、警察に相談って、そんなことしたら某丸団に漏れるだろ。某丸団なんてまだいたの？とっとと逮捕しろよ。893屋さんを肯定するわけじゃないけど、警察は基本事後対応しかしてくれないからな。島田紳助が右翼とのいざこざを893に頼んで解決してもらったってのがあったけど、警察じゃどうにもならないことってあるからね。揉め事は揉め事で頼むと別に金かかるよ。昔100万円切り取り頼んだら30万取られた。数千円のみかじめ料って良心的だな。数千円の正月のしめ縄とか良心的だと思う。某丸団の店が増えてるだけ。数万円で迷惑な客に対処してくれるなら安い。警察は被害が出るまで何もしないし、被害の保証もしないので、これでは誰も言うことを聞くはずがない。頭の悪いシステム。むしろ水商売とかみかじめ払わずやっていけんのか。実際にトラブっても何もしないらしいからな893。連絡したら警察呼べって言われたとか聞いて笑ってしまったわ。これは先ほども解説したが、某丸団対策法があるからではないだろうか。海外の反社会的勢力排除をはじめトラブル解決のために某丸団に協力要請すると、要請した側も罰則が与えられてしまうため絶対に頼らないようにしよう。本来は税金がみかじめ料みたいなもんなんだけどな。20件ね。これをトリガーに止める店が続くと良いね。本当に反社を潰すんならキャンペーン貼らないと、秋葉原が歌舞伎町化してるのもなんとかしないと。パチ屋も警視庁は天下りお断りとかせんのかい。みかじめ料って、昭和の話で、令和でもあるんかい。
協力金がみかじめ料になってたのか、ああ。ボーマル団にみかじめ払ったら、営業許可剥奪しとけ。みかじめ料払ったら何か悪いことしたら八九さんが守ってくれるの。払えば嫌がらせされないんだろ。そんな揉めることあるんかね。みかじめ料はマルソ高いな。それなら警備会社と契約すればいいだけ。警備会社は警察の下請けみたいなもんだし、八九さんなんかと契約してマルホや。借り方、みかじめ料、貸し方、現金。経費で落とせるのか。数千円ならせこむより優秀なんちゃうんか。数千円の用心棒代なら悪いけどお得だわ。警備会社より安いだろ。八九さんが用心棒するわけないだろ。バマルかこいつら、みかじめ料は八九さんが嫌がらせしない料金だ。セコムやアルソックと契約すればいいだけ、すぐに駆けつけてくれる。みかじめ料払ってる飲食店イコールフロント企業、店名公表しろよ。みかじめ料を払わないと八九さんが嫌がらせしてくる。つまり、自作自演、八九さんが壊滅すればいいだけ。医者が空き巣に入られた時に、5分で警備会社が来てくれたとニュースがあったな。警備会社は優秀だよ。料金も安いし八九さんにみかじめ料を払ってマルホや。もう令和ですよ。今は監視カメラやスマホだらけで、どこでも撮影され証拠収集も簡単だから、八九さんも犯罪できない時代、八九さんにみかじめ料を払ってマルホや。桜田組へのみかじめ料だけは誰もやめられないんですけどね。今まで払ってたんかい？警察は何してたの？八九さんにみかじめ料を払うのは、飲食店の勝手だろう。おしぼり、観葉植物、絵画などのレンタル。昔は見回りで八九さんが繁華街偉そうに歩き回ってたけど、今トラブルあっても店も八九さんも不利になるだけだからざまあ。八九さんが飲食店に出入りするのを禁止すればよい。店に接触する以上は、何らかの嫌がらせをするだろうからね。客単価数千万から数百万とか、八九さん儲かるんだな。どうせ税金も納めてないんだろこれ。法の抜け道はいくらでもある。今のボーマル団の主なしのぎは特殊詐欺だから大したダメージじゃない。もう飲食店サイドが自警団とか組織するしかないよね。払ってたんかい？コロナ関係なくやったらあかんやろ。警察は民事不介入だから八九さんになるんだろうな。そういうのやめようよ。そもそも縄張りがどうと言われても、その縄張りがどこからどこまでかなど。一般人は知る由もない。賑やかな街の裏側の闇は、思った以上に広く深そうだ。さて次は、今時の人材問題がボーマル団にも押し寄せているという話題をご覧いただこう。ボーマル団、若い人材が組長をやりたがらないんだけど。若い人が組長になりたがらない。組員は30年で4分の1に、今時のボーマル団事情と半グレとの関係。なんとも今時らしい社会の波が、容赦なくボーマル団にも押し寄せているようだ。この URL の記事はすでに消されてなくなっているが、昔からの組長のイメージとその行く末も重なってか若者が避けているらしい。肩書きがつけば様々な責任が生じるのは、ボーマル団ではなく社会人にも当てはまる。そうした面倒ごとに巻き込まれたくないのか、若者の消極的な姿勢が伺える。真面目に働いたらいいんじゃないすかね。下っ端がやらかしても組長が捕まるように防対法がなったからな。俺今年組長なんだが。組長先生。自治会の？そう、でも組長には違いないもん。前日からゴミを出す住人は指詰めで。うちは前日 OK なのだよ。アウトローの道に進んでるのに上下関係厳しいってなんなんだよ。それな、一匹狼以外アウトローとは言えんよな。上の命令に絶対服従するなら親や先生の言うことに服従すりゃいい。まるまる組アンバサダーとか横文字にしてみたらどうだろう。組長呼びは古臭いのでやめて、ジェネラルマネージャーかっこ総責任者に変更する。解散すりゃいいだろ。消えてなくなればいいと思うよ。バーベキューやったらいいと思うよ。組長も真っ先に捕まるようになったからね。やらんわな。組長って平たく言うと管理職でしょ。若者の管理職離れの一環かと。若頭が管理職やないんか。組長が校長で若頭が教頭って感じ。一番の元締めでもない限り雇われ店長みたいな。じゃあフランチャイズか。責任取りたくないんだろ。半期ごとの持ち回りにすればいい。そこは組長命令で。ボーマル団について無知な一般人からしてみれば、一見組長命令であれば絶対のようにも思える。ただこうした話題が出るところを見ると、意外と任意なのかもしれない。下手に役職つくと残業代でないからな。仕事を襟好みしちゃいかんな。若者の組長離れ。管理職にはなりたくない。組長といえばすごそうだけど3時4時の組長なんて要はコンビニ店長レベルだろ。上にエリアマネージャーがいてその上に都道府県支店があってその支店も地区ブロックの中で優劣があってその上に本社。組長が偉そうにできる相手なんて外国人バイトだけじゃん。すごい的確な例え。さらに山口系の参加なら上納金も高い。
組内の組内の組って感じな。それでいて上納金は高いと直系の組長になれるんなら断るやつはいないよな。しかも893の場合、一回入ったコンビニから上の段階の組織に入るの無理やぞ。二次団体三次団体の組長なんてただの養分だから。偉くなるとあんまるされちゃうもんな。解決策は輪番かくじ引きか任期制で再任なしだな。組長って言っても枝葉で、一人親方みたいな組員6人いない組長なんだろうな。それで本家とかに上納金納めるわけだろ。大門のメリットもなくなってるし、そややりたくないだろ。厳罰化で893同士の鉄砲玉でも終身刑とかもう何もできないよね。命狙われるし。簡単だ、四国88箇所遍路参りに行けばいい。ハイリスクローリターンではやりたいやつなんておらんやろ。組長手当を増やす。現代人からすれば、命の危機だけでなく自分の立場やすべきことにおいて、収入が見合っていないと思えば、当然ながら組長という立場でさえも拒否するのは目に見えている。組長になる旨味なんて二次団体ぐらいまでじゃね。三次四次だと上納金だけ吸い取られる下っ端の扱いでは。半グレなら一般人だから最後は警察に泣きつけるし、一般人を脅しても大した罰則はないもん。893になったらそれができないし、組長になったら下っ端の管理ができないと直接は何もしなくても最悪の場合は逮捕、本家も固く捜索。店じまいすればいいよ。上納金減らせば丸、稼いでもほとんど上に持ってかれるのに誰が枝の組長なんてやりたがるかよ。コスパ悪いし警察に丸められるし、最悪抗争で刺される。893じゃなく、ニートで生きていける、働いたら負け。解散せえよ。今は893に人権ないからな。悪さするにもいちいち組抜けてじゃないとできないし、さすがに組に入るメリットがないと気づいたんだろ。自治会の組長ですらめちゃくちゃ面倒くさいのにやるか。グループリーダーとかチーフディレクターとかにすれば、経営責任と逮捕リスクのある課長みたいなもんだろ。さらに上にという野心のあるやつ以外、そんなんやりたがるやついるわけない。銀行口座も持てないのに組員やるのすら無理ゲーだろ。フォーマル団なんて究極のブラックだからな。マスコットキャラクターでイメージアップ。使用者責任対策で組長を下っ端にやらせるようにしたからな。まず役職手当と残業手当と家族手当を増やさないと。それから有給休暇も。 FC みたいなもんだからそんなもんないよ。大門使って自分で稼ぐしかない。昔は大門使えば収入に繋がったが、今は口座持てない、賃貸契約できない、車も買えない。だからな、嘘ついて契約すればそれだけで逮捕、893名乗っても逮捕。もう弱み握られたり逆らえない状態で強制的に組員になる以外、自発的になるやつなんてほぼいないだろ。そろそろ半グレも何か条件を満たしたら893と同じ扱いになるようにしないと。管理職になりたがらないやつが増えた。普通の会社と同じではろた。最近は下の者が下手やらかすと組長の責任になるからね。だったら連帯責任に問われない程度の出世に止まった方がいいね。そりゃそうだ。組長とかなるとバーで飲んでほろ酔いで気持ちよく帰ろうとしたら、車に乗り込む時に電柱の陰からでやー丸ねやーとか見知らぬやつが突進してきて丸されるんだろ。出世なんかしてもろくなことない。組長になるだけでそんな目に遭うのか。最近あんまりないけど一番の標的にされるし嫌だよな。確かに起こる可能性は大いにある。それも若者が組長になりたがらない理由の一つなのではないだろうか。暴対法とかいう欠陥まみれの法律のおかげで組長とかリスクしかない。一方で適当な半グレはやりたい放題。しかもお咎め一切なし。三次四次の組長って一人親方みたいなもんだろ。なんか旨味あんの。そら893はなんだかんだしがらみ多いし、通す筋はある程度守らなならん上に、暴対法で縛りも多いのに半グレはやり放題なんだから。解散で。リクルートダイレクトスカウトに求人出してみれば。ちゃんと求人広告出してアットホームな職場ですって書いとけ。全員でちゃんと笑顔でピースして、社内バーベキューとかハロウィンの催し物の様子も載せないと。会社も出世したくないやつ増えてるし一緒だな。持ち回り制、町内会みたいに。そもそも今のボーマル団とか若者がいねえだろ。40代で若手だからな。企業でも出世したがらない奴がいると言われてるけど裏社会までかよ。今時のチンピラは半グレになってる。組長指示と認定されたら刑務所行きだからな。一に書いてある内容を読むと暴対法があるから、実際の詐欺とかの犯罪は半グレがやってて、その売り上げをケツ持ちの893が受け取ってるというだけで、結局悪人や悪事の数は何も減ってないんだよな。893って偉くなって好き放題できなきゃうまみなさそうなのに。本部まで自費で参勤交代させられ金踏んだくられ、組長とは名ばかりのパシリの親分だからな。結局自分で稼げって言われるなら半グレの方がはるかにマシ。無理やり半グレにやらせればいいじゃん。組長っても小さなとこは数人だろ。しかも普段は解体とか飛び合ってる。雇われ組長。893辞めたら、割とマジで、リスクばかり高くてリターンに見合わないだろ。
893の3下で雑用だの掃除だのできるなら立派に会社員できそうなもんだが、組長やらなきゃ一生チンピラじゃねえか。待遇悪すぎてインコ採用とかじゃないと無理だろ。龍が如くでも東洋会と近江連合も解散してる。もう長続きしないんだな。若いのは半グレのままでいいだろ。今の893への法律は厳しすぎる。働き方改革ですね。どこの世界でも一緒なんだな。まさにその通りで、この世に生きる限りどのような立場であろうとも、世の中の流れには抗えないということを改めて認識した。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは某丸団に関する話題をご存知ですか？そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。